I would like to pass on the wonderful news that Experiment 11 is seeing the sun for the first time and getting good data.浅田明です。現代のエレクトロニックテクノロジーがその人間の社会や文化をいかに変容させているか、これをつぶさに検証しようとするビデオ進化論のプロジェクト、それを一つあるテーゼから始めたいと思います。それは現代の人間にとってのコンピューターというのは17世紀の人間にとってのレンズ、あの光学レンズのようなものだというテーゼです。まあ、ここで言いたいのは、つまりテクノロジーによってもたらされるこの解像力の飛躍的な上昇、レンズとかコンピューターによる解像力計算力の飛躍的な上昇といったものが文化の全域にわたる変化、科学からアートまで全ての領域にわたる変化を引き起こすということですね。で、まさに17世紀のオプティカルなレンズと、それから20世紀のエレクトロニックなデバイス、例えばコンピューターといったものはその一つの例になるだろうという話です。ただまあ、これをもっと詳しく見ていくために一度その17世紀まで遡る必要があるだろう。あのデルフトの画家フェルメールの時代まで。そう、フェルメールというのはご存知の通り17世紀のデルフトに来た非常に詩的な感性を備えた画家であったわけです。天才的な感受性によって微妙な光のニュアンスを捉えた詩人、こういった形容がこのフェルメールという画家に常につきまとってきた。実際ここに見えているように水面を渡る光が何か対象の表面にソフトフォーカスで捉えられた一種の光の雫を作って振動している状況、あるいはそういった光が室内を柔らかな波動で満たし、その中でこう女たちの輪郭が柔らかく溶けていく、あるいは振動していくようなこの微妙な表現といったもの、これはおそらくその天才のみの成し得ることというふうに言われかねない。で、晩年に至るとこういった微妙な表現というのはますます自由度を増していって一種特異とも言われる流動性を獲得するに至るわけですね。しかしこれを少し見方を変えて別の文脈で考えることもできる。つまりフェルメールというのはその美術史の中でとりわけ特権的な感性に恵まれた画家というふうに考えるだけではなくて、違う文脈、例えば科学史の文脈の中に置き入れることもできるわけです。例えばそうですね、同じオランダですけれども、光の波動説で有名なクリスチャン・ホイヘンスという科学者、これがちょうどフェルメールの生まれる3年前に生まれている。でフェルメールと同じ年、1632年にはですね、これはところも同じデルフトで、あの顕微鏡の発明者であるレーウェンフックが生まれています。で、これはまあ場所は違うのですが、この年にはまた哲学者であるスピノザです、これが生まれていて、ご存知の通りこの哲学者はレンズを磨くことによって生計を立てていた。というのは実は俗説で、どうもスピノザという人はちゃんと年金があって豊かな暮らしをしていたらしいのですけれども、まあ、世界をですね、レンズによって全く今までと違う透明な層で捉えるといったそういう哲学を展開すると同時に、試作に疲れた時はレンズを磨くと。しかもそれも何かこう老人の余儀といったものではなくて、やはりこう当時の最先端のテクノロジーに触れるという意味でレンズを磨いていたらしいということが知られているわけです。こうして見るとフェルメールというこの画家は単にこう密室に閉じこもっていた詩人というよりも、こういう光学機械、まあ、レンズとかカメラとかいった光学機械を中心とする一つの革命、あるいはもっと大きくとってみれば、ガリレオやデカルトから受け継がれ、さらに少し後の世代のニュートン、ライプニッツに引き継がれていくような一つの大きな科学革命の渦中にあって、その最先端の鳩をもろにかぶっていた人だというふうに考えることができるわけですね。例えばここにフェルメールは天文学者とか地理学者の像を描いたのですけれども、実のところそこに描かれているのがレーウェンフックであったとしても決しておかしくはないということが言えるわけです。
で、事実ですね、レーウェンフックとフェルメールの間にはどうもかなり密接な関係があったらしい。というのはレーウェンフックはフェルメールが生まれたと同じ時に生まれてて、同じ教会の洗礼名簿の同じページに名前が記されている。でフェルメールが死んだ時には実はレーウェンフックが遺言の執行人を務める、こういう浮き縁で結ばれているわけです。まあ、残念ながらこの2人が生前何らかの交渉を持ったという確たる実証的な証拠はないのですけれども、まあ、おそらくですね、こういった人たちとの交渉の中でフェルメールが当時の最新の光学のテクノロジーに触れたということは十二分に考えられるだろう。で実際ですね、フェルメールの画面には、そういったテクノロジー、例えば、まあ、カメラオブスクラといったものによってもたらされたに違いないと言われるような微妙なオプティカルな効果が見て取れます。例えば、ここにある絵が示しているような一種の微妙なオプティカルな歪み、パースペクティブを少し強調するこの歪みですね。そしてまた先ほども触れましたが、ソフトフォーカスで捉えられた対象の輪郭で震えている一種の光の粒のような表現、こういった表現はおそらく当時のその焦点深度の浅いレンズのついたカメラオブスクラで対象を見ていて、で、その都度、遠い対象から近い対象に動くにつれて、レンズを動かしていく。その時にちょっとピントのずれたところで対象の輪郭に光の粒が揺らめいて見える、そういった経験から出てきたものではないかというふうに類推されるわけです。こうして見ると先にその天才の感受性というふうな言葉で語られていたこのフェルメールの表現といったものは、実は当代の最新の光学技術、例えばレンズであるとかカメラオブスクラであるとか、そういったもののもたらした高解像度の一つの結果であると言えるかもしれない。にもかかわらずそういった連関は忘れられ、フェルメールの作品というのは非常に詩的な、あまりにも詩的な雰囲気の中に包み込まれてしまった。ただそれはおそらく当時の人にとってみればその単にポエティックであるばかりか、それと同じぐらいテクノサイエンティフィックなものだったのかもしれない。実際そのフェルメールの絵というのは長い間必ずしもそれほどポエティックなものというふうには考えられなかったのであり、でフェルメールの再発見には実は、19世紀末のプルーストを待たなければならなかった。でご存知の通りこのプルーストという人自身がですね、もう一つの光学テクノロジー、つまり写真術というものの決定的な影響を受けてその美学を発展させた人であるということが言えるわけです。で、まあ、大体こういうふうな例から類推されますように、どうもこの科学と文化であるとかテクノロジーとアートといったものを二元論的な対立の構図の中で捉えるというのはどうも自己的に捏造されたフィクションに過ぎないのではないかという気がしてくる。実際には科学も文化もあるいはテクノロジーもアートもですね、一色体になってるつぼのように沸騰している、そういう状況が時々あるのであって、それが冷めた後事後的にそれが2つの両極、まあ、C.P. スノーの言葉を借りれば2つの文化にですね、分極して捉えられるのではないかという気がするわけです。まあ、こういうふうに言ってもいいかもしれない。つまり、所要のですね、解像力の水準、世界を見ていく解像力の水準に対応して何かはっきりしたものとぼんやりしたもの、規則的なものと、まあ、不規則なもの、あるいは秩序だったものとカオス的なもの、正常なものと怪物的なもの、まあ、別の言い方をすれば人工的な秩序と自然の混沌、機械的なものと有機的なもの、うんぬんぬんといったような二項対立が現れる。でその二項対立の上に立ってですね、まあ、さっき言ったような二つの両極、例えばジェオメトリックサイエンスとファインアートといったものの対立が生ずるのだと。しかし、先ほど見たようにこういった対立は全てある一定の解像力の水準に対応している。で解像力の水準が飛躍的に拡大すると、例えばそのカメラやコンピューターによってそれがもたらされるわけですが、その時には今見たような二元論的な縁の全体がですね、一挙に変わってしまうということがあるわけですね。こうしてみると、例えばまあよく言われるテクノロジーは感性を破壊するといったような言説はどうも一方的に過ぎるのではないか。むしろ時にはですね、テクノロジーこそが解像力の水準を、したがって感性といったものをですね、新しい次元にまで押し上げていく。でそこでまた新しい分極化が生じていくというふうに考えるべきなのではないかというふうに思われます。でそういう変化の一つがですね、まさに17世紀に生じたこのレンズとオプティクスの革命であった、もっと広く言えば、まあ、科学革命であった。でこれは先ほど見たように科学あるいは技術の最先端からフェルメールに見られるような非常にこう繊細なアートに至るまで全てをですね、同時に変えていくような効果を持った。でおそらくですね、我々が現在立ち会いつつあるのはそれと同等の重要性を持った変化、文化社会の全領域に同時に波及効果を及ぼすような変化であろう、
それがまさに現在エレクトロニクスのテクノロジー、とりわけコンピューターとかビデオとかいったものによってもたらされつつある変化なのではないか。これが最初に述べたテーゼの意味であるわけです。で、実際コンピューターとかそれに代表されるエレクトロニクスというのはですね、社会と文化の全域にわたる非常に広範な変化をもたらしつつある。その中では例えば先端的な科学者や技術者がそれを駆使するというふうなこととともに、そういったデバイスによって開発された可能性を芸術家たちがですね、ビデオアートとかコンピュータグラフィックスとかいったような領域の中で生かしていくというように、全域にわたる変化が生じつつあるように見られるわけです。で、この革命を多分その重要度において17世紀に生じた革命に匹敵するのではないか。しかしまた、重要度においては同等であるとはいえ、それらの革命の方向はですね、実のところほとんど逆を向いている、非常に異なっているということも言わなければならない。なぜならば、その17世紀の革命というのが先ほど見たように、さまざまな二元論的な対立に基づくパラダイム、いわゆる近代のパラダイムというものを生み出したとは言わないにせよ、少なくもかなりの程度まで準備したのに対して、現代進行中である革命、エレクトロニクスのもたらしつつある革命というのは、そういうパラダイムをむしろ解体しようとする方向にあるからです。これを簡単に見ておくと、17世紀の革命というものをですね、まずその見るものと見られるものという、こういうモデルに従ってですね、主体と、それから主体の前に客体として立てられた対象とですね、この主客の二元論的な対立というものを一般化して捉えます。そしてさらにそれに基づき、この主体という一種のフォーカルポイントを媒介として、対象とその像、あるいはイメージですね、言い換えれば現物と模造、あるいはオリジナルとコピーといったような二元論的な対立をまた固定化して考える。で、こういうふうにして、近代のパラダイムとしてのリプレゼンテーションのシステム、つまり何かあるものをリプレゼントする、再現前させるというシステムが、主体というフィクションを中心として、織り上げられていったわけです。で、おそらくその17世紀のオプティクスの革命こそが、そういった近代のパラダイムを、準備した。もちろんそこにはフェルメールやスピノザに現れるようなですね、この近代のパラダイム自身を脱構築していくようなエレメントがすでにして含まれていたわけですが、主には、この17世紀の革命によってこういう近代のパラダイムというものが、かなりの程度準備されてきたということが言えるのではないか。で、ところがですね、例えば CG、コンピュータグラフィックスの像、コンピューターによって合成されたイメージといったものはですね、この図式に当てはまるだろうかということをちょっと考えてするとですね、まずそれは何らかの対象、どっかにある現物をですね、リプレゼントしたコピーというわけではないわけですね。コピーというならば、それは一連のアルゴリズムに従ってシリーズ的に生み出される一群のコピーであるけれども、それはどっかにオリジナルがあると、で、それをこうリプレゼントするというふうな体のものではない。むしろそれは一般化されたシミュラークル、つまりオリジナルのないコピーのシリーズだというふうに考えた方がいいだろうと。それからそれはまたですね、アルゴリズムがあるわけですから、それを組んだプログラマーという一個の主体の作品であると、あるいは表現であるというふうに無理に言えば言えないこともないでしょうが、しかし原理上はですね、誰でもそのプログラムを入れたフロッピーディスクならフロッピーディスクを持ってきて、それを自分のコンピューターに入れればですね、それを好きなように変換して、もともとあったイメージをまた違うイメージに組み替えていくことができる。そのようにですね、こういったイメージというのは実は主体なき相互変換、相互引用と相互変換の網の目の中をですね、エレクトロニクスの群れに乗って浮遊していくようなものに過ぎないというべきだろう。だいたいこんなふうに、一般的に言ってこのエレクトロニクスの革命というものは、主体と対象、それから対象とそれをリプレゼントするイメージといったような二元論的対立のいちいちを解体しつつある。で、むしろその代わりに、非常に多次元的に広がった分散的なシミュレーション世界というものを開きつつあると言えるのではないだろうか。そこでこの新しいシミュレーションの世界というものを、例えば数学的宇宙のシミュレーションから自然のシミュレーションからもっと延長して言えば人間そのもののシミュレーションといった諸層において簡単に見ていこうかというふうに思います。
さて、数学的シミュレーション世界です。今までの考え方によれば、世の中には一方にですね、混沌とした生の自然というのがあって、から他方にそれを抽象した非常に規則的な理論があると、こういうふうに考えられてきた。少なくともユークリッド・ニュートン的な考え方というのはそういうふうに成り立ってきたわけです。しかし現在コンピューターはですね、言ってみればその両極の中間の領域、その間のグレーゾーンといったような領域に、それ自体としての複雑な構造を備えた、いわばそのディジタルな人工自然といったものを作り出している。これが僕が今考えているその数学的シミュレーション世界というものの内実です。で、この世界の中ではさまざまな数学的対象が、具体的な形で探査されていくとともに、自然の新しい捉え方がそこから模索されていく。で、またそれと同時にですね、新しい美意識といったもの、あるいはさらに言えば新しいゲーム感覚、プレイ感覚といったものすら生み出されているということができる。で、このことを少し考えてみたいと思います。もともとそのコンピューターというものがフォン・ノイマンをはじめとする人々によって発明されたとき、それにはですね、厳密な解析の難しい形、例えばきちんと解けない微分方程式形といったものを数値的に近似的に調べていくという、そういう目的があったわけですね。で、実際それ以来コンピューターが高度化すると同時に膨大な数値解析というものが積み重ねられてきて、その試行錯誤の中からいろいろ新しい質を持った認識が生まれてくるということがありました。その一つの例というものがフラクタルの世界であるわけです。で、ユークリッド・ニュートンのビジョンによりますと、数学というものは何かはっきりした輪郭を持つ単純で規則的な図形を扱うべきものというふうになっていた。例えば1次元の線、2次元の面、3次元の立体で、それもですね、線や面といっても例えば理想化された滑らかな線や面ということであったわけですね。しかし例えばよく聞かれる例で言うと、海岸線の形などというものはそういうふうに捉えられるものなのだろうか。その海岸線の長さを測るという話で言いますと、確かにですね、粗いスケールで見ている限り海岸線というのは何かこう滑らかな線であって、何キロなら何キロというふうに長さを出すことのできるものというふうになるでしょう。しかし例えばスケールをですね、もっと細かくして取っていくとどうなるか。そうすると今まで見えていなかった凹凸が見えてきて、その分だけ長さは長くなっていく。極端な話がですね、ある一瞬フリーズして、石ころの一粒一粒、砂粒の一つ一つに至るまで全部輪郭をトレースしていくというふうなことを考えると、これはですね、もうほとんど長さが無限大に発散していくということになるわけですね。で、こういうなかなか捉えがたいわけのわからない形というものは今まで、厳密な数学的解析の外に置かれてきた。で、むしろそれをこう抽象したこうのっぺりした曲線で、話が進んできたわけですね。しかしなんとかこのあくまでも限りなく入り組んだギザギザとした形を捉えられないかというところからフラクタルという理論が出てきたわけです。で、これを捉えるためにですね、いくつかのモデルが考えられています。ごく簡単なものからいきますと、最初によく挙がるのが北極線と言われる例です。線分を3等分してその真ん中の部分を取り去り、そこにこう線三角形のトゲを生やすという操作を考えます。さて、それやってできたこう4つの辺の各々について同じ操作を繰り返す、つまり3等分してトゲを生やすという操作を繰り返すとする。で、この操作をですね、自己相似的に無限回繰り返すということを考えたとき、その極限として得られる図形、いわゆる北極線というものは、どこまでも際限なくギザギザとトゲが生えているがゆえに、いわばこう線であることにとどまらず、線から面に向かって少しにじみ出してしまう、そういう複雑な輪郭を持ってしまうわけです。そういうもののトポロジカルに見ればこれは一つの線なので一次元の図形には違いないのですけれども、このギザギザの異様な増殖を捉えるために、マンデルブローによって、導入されたフラクタル次元という次元の定義を用いますと、これはだいたいそのログ3分のログ4ですから 1.26 いくつというふうな非整数次元を持つことになる。つまり、2次元の面よりは下だけれども1次元の線よりは少し上というこの中間のグレーゾーンみたいなところにはみ出していってしまうわけです。これは今は1次元と2次元の間の例でしたけれども、2次元と3次元の間の例だってもちろん考えることができる。で、例えばですね、それがここにある面がスポンジと言われているような図形ですね。これはですね、最初にまず立方体3次元の図形を考えますね。で、各辺を3等分してこれを27個の小立方体に分けるということを考える。で、そのうち中心の1個とそれと面を共有する6個、都合7個を取り去るという操作を行う。そうすると20個の小立方体が残るわけですけれども、そうやって残った小立方体の1つずつについて同じ操作を反復する、つまり27等分して7個取るという操作を反復する。
でこれをまた再び無限にですね自己相似的に反復していられる極限としての無限に穴だらけ隙間だらけの立体、これがまあさっき言ったメンガースポンジなんですけれども、この立体は実は3次元の立体よりは少し減ってきてる、言い換えればその面と立体の間ぐらいのグレーゾーンにはみ出してしまってる。これだいたいそのフラクタル次元でいうと、ログ3分のログ20ぐらいだから、2.72 ぐらいですか、73ぐらいの非整数次元を持つことになるわけですね。で、これらはもちろん非常にシンメトリックで単純な例ですけれども、ここにもっと複雑な非対称性であるとか乱数によって振らせたものとかを持ち込んでいきますと、先ほどのあの無限にぐざぐざと入れ組んだ自然の海岸線の形みたいなものにだんだん近づいていくということが類推されるのではないかと思います。で、フラクタル図形というのはまさにこういうふうな図形、つまり、無限の階層をなして続くその自己相似性のカスケードによって、まあ、非整数次元にはみ出してしまった、そういうこう曖昧な輪郭を持つ図形であるわけですね。で、こういった図形をシステマティックに探査し、その性質を調べていくというふうな経験を積んでいきますと、実はその数学的宇宙のそこここにですね、そういう構造を持った例が見つかってくる。でしかもそれは往々にして、今まで非常に扱いにくいとされてきた対象、正常なものからは例外として排除されるようなモンスター的な対象であるということが分かってくるわけですね。で実際上今の弧方曲線にせよ、あるいはそのメンガースポンジにせよ、その他のピアノの曲線とかカントールの集合とかいったものにせよ、これはそのかつて19世紀末から20世紀初頭にかけて起こった数学の危機ですね、数学がさまざまなパラドックスによって論理的な危機に直面したあの時代に現れてきた怪物的な例であったはず。でところがそういったものをですね怪物として排除するのではなくて、それ自身として追求していくことによって、実はそれは何かノーマルなものから例外として排除される怪物的なものというふうなものではない、むしろそれ自身何らかの規則性を持ったそれなりの対象として捉えられるべきものだということが分かってくる。まあ、言い方を変えれば、何かこう正常なものと怪物的なものであるとか、あるいは規則正しいものと不規則なものであるとかいうふうな二元論自体がですね、だんだんなし崩し的に解体されていって、その間のグレーゾーンみたいなところをこう中間領域を探査していくような理論的な営みというものがどんどん出てくるということになっていくわけです。で、容易に理解できることですけれども、そういった例をシステマティックに探査していくという時に、コンピューターというのは非常に大きな役割を果たしてきたわけですね。つまりこういうふうに無限に同じ操作を反復するというふうなものはですね、実際にその人間がやっていたのではもうどうにも手がつけようがない。でもちろんコンピューターだってあるところまでで禁止するには過ぎないのですけれども、とにかく膨大な計算をどん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 やることによっていろんな例をですね、見ることができる。しかもグラフィックなリプレゼンテーションによってそれをこう画面の上に表すことができる。そうすると今まで数学のいろんな領域において、どうしようもないものというふうに考えられてきたいくつかの離れ小島みたいなものが、実はこういうフラクタル的な構造によって、統一的に把握できるということが分かってくるわけですね。でその一つである非常に美しい例、マンデルブロート集合という例を見ながら話を進めようと思います。まあ、このマンデルブロート集合、一種そのダルマさんを倒したような形をした奇妙な図形ですけれども、でこれは実は複素平面上の非常に簡単な力学系から導かれたものだということが言えます。簡単などころがですね、単に fx イコール x 次乗プラス c というこの c をパラメータとするごく単純な二次関数から導かれたものなんですね。ただこれは単純だと言いますけれども、ある x をこの fx によって変換する、でその変換されたものをまたこの fx を通して変換するというふうな操作を再帰的に無限に反復していきますと、単に二次関数と思ってたものが4時、8時、16時、32時というふうにどん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 雪だるま式に膨れ上がっていって、極めて複雑な形をとっていく。で、その先が一体こう発散するのか、あるいは発散せずにどっかに収束するのかといったことが、なかなか人間の計算ではトレースできなかったわけですけれども、それをこうコンピューターでトレースしていって、ゼロから出発したこのプロセスが、発散しないようになるようなパラメータ C の値を
この複素平面上に図示してみたら、実はこんなに複雑な形が出てきてしまった。これがそのマンデルブロート集合というもののストーリーであるわけです。で、ごくごく簡単な操作でもこれをこう再帰的に反復していくと極めて複雑なものが生まれてくる。これはそのコンピューターの数学的シミュレーションが持っているこの複雑性の最も重要な原理であって、で、非常に重要なものとして、心に留めていただきたいというふうに思います。ところで今こうして見ていきますと、マンデルブロート集合というものはその一部分を取って拡大してやると、またその中に、極めて複雑な図形が出てくる。でその図形の一部分にですね、最初のそのだるまさんを倒したような形がちょっと歪んで、あるいはまた違う角度になって出てきていたりする。でそれをまたクローズアップして、部分を取って、詳しく調べてやると、また同じような世界がそこに開けてくる。こういうふうに一部分を取るとそこにその全体が自己相似的な形に変換されて、畳み込まれていくという無限の階層が見出されるわけですね。でこのようにその無限に入り組んでいった構造、これこそ先ほど言っていたようなフラクタル構造であって、まあ、そういう意味もあってこの図形がマンデルブロート集合というふうに名付けられていたりもするわけです。こうしてマンデルブロート集合の絵を見ながら思うのですけれども、ここにはですね、言い方によればライプニッツ的なビジョンの現代的な再現が見られるというふうに言えるかもしれません。簡単に言うと、そのニュートンのビジョンというものは微分のビジョンであって、これはその曲線なら曲線というものを無限小の直線の集積に還元する、こういう、まあ、いわば機械論的な還元の極限といったようなビジョンであったわけですね。でもちろん世の中にはその微分不能な非常にギザギザと入り組んだ形などというものがいっぱいあるわけですけれども、ニュートン的なビジョンの場合にはそういったものは何かこう不規則なもの、曖昧なものということで視野の片隅に押しやられていく。で、ところがそのライプニッツのビジョンというのはそれとは違っていまして、ごく簡単なその滑らかな直線でもですね、これはその部分の集積というふうに考えるのではなくて、直線の中には直線そのもののミニチュアがですね、いろんな場所に無限個埋まっているというふうに考える。したがって、いろいろ入り組んだ曲線でもですね、その入り組みの一つずつを見ていくと、その最初のそのぐちゃぐちゃと入り組んだ曲線がミニチュアになってそこに畳み込まれていくというふうになる。そうするとこれはどこまで行ってもですね、入れ子状に無限に入り組んでいくということになって、まさにそのフラクタル的な構造を持つに至るわけですね。一つ面白いのは、ライプニッツという人が、こういうそのフラクタル的なビジョンを持っていた人であると同時に、計算機というものに非常に強い執念を示した人だというこの事実です。でニュートンは多分その計算自体にはですね、それほど興味を示さなかったと言っていい。つまり彼にとっての理論というのは何かこう理想的な体系であって、でそれさえきちっと構築されていればそれでいいというものだったわけですね。ところがライプニッツという人は、例えば微分なら微分というものを何かこうアルゴリズムとして定式化し、 できることならばそれを計算機などを応用してどん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 こう具体的に実行していくという、そういう強いモチーフを持っていた。でそれが多分その現代で言えばフォン・ノイマンのような人たちによって受け継がれ、コンピューターというものを生んだわけですけれども、そのコンピューターが広範な数学的宇宙を探査していくうちに、再びこのライプニッツ的な入れ子構造を含んだフラクタル構造に出会ったというのは非常に面白い話ではないだろうか。今ここで我々が見ているこのマンデルブロート集合というものは、そういう奇妙なストーリーの一つのエンブレムになりうるものだというふうな気がします。でところでですね、自然の見方ということについて、考えてみます。先ほどのニュートン的なビジョンで言いますと、自然というものはそもそも捉えがたく入り組んだ混沌としたカオスであって、で理論家は否応なしにそれを一定程度抽象した規則正しい理論で満足しなければいけないということになってたわけですね。で、その場合何かその自然の捉えがたい微妙なニュアンス、否定形の揺らぎとかいったようなものは、例えば、まあ、科学者ではないフェルメールのようなその天才的な詩的感性に委ねられていたということになるわけです。これはまあ最初に述べたような2つの文化の分岐、つまり、ジェオメトリックサイエンスとファインアートといったものの分岐であるわけです。ところが、今仮にライプニッツ的と呼んでいるような、あるいはそのフラクタルで例示されるような議論でいきますと、別にそういうふうな二分法を立てる必要は毛頭ない。むしろ、サイエンティストもアーティストと同じようにですね、自然と直接対話し、その非常に微細に入り組んだ微妙なニュアンスを
でそこに見られる複雑性あるいは超複雑性といったものをそのまま取り込んでくることができる。でここに、自然をコンピューターでジェネレートされたデジタルな自然としてシミュレートしていくという新しい可能性が開けてくるわけです。ここでは別にフラクタルにこだわる必要はないのですけれども、先ほどの続きとして、フラクタル映像によって、合成された山とかあるいは雲とかそしてまた海岸線の形といったような図を少し見ていくことにします。こういう図は、何かこう今までのコンピュータグラフィックスがそうであったようないかにも人工的な感じのっぺりとした平板な感じを与えない、いかにも自然らしいというとそれ自身大変怪しい表現なのですけれども、地図にどの地図に出てきても不思議はないような非常に自然な凹凸を持っている。でさらにその部分をズームインしていってもまたそこに新しい細かい凹凸が出てくるというふうな形をとっている。でこれはですね一体その人工の映像なのかあるいは自然の写真なのかどうもその中間の領域に発達しつつある新しいデジタルの自然といった方がいいような気がします。これはたまたま画像の例ですけれども、同じことは音楽なんかでも言えるわけですね。つまり今までの今まで主流を占めていたようなシンセサイザーというのは、文字通り音をそのサインウェーブとかコサインウェーブからシンセサイズするものだった。でその結果その音はですねいかにもシンセサイザーっぽいというあの人工的な一種独特のモノトーンな響きを持ってたわけですね。しかし、最近開発されてきた、サンプリングとエディティングの機能のある新しいシンセサイザーコンピューターを使ったシンセサイザー、簡単にサンプリングマシンと言っていますけれどもこういったものによると、そういう限界をこうある意味で克服することができるわけですね。これはどういうものかというと例えば実際にコップがを弾く音ならコップを弾く音というのを録音しておいてそれをデジタルの形に解析して蓄えておく。でそれを鍵盤を通じて適当に変換して引用してきて組み合わせるとそういうふうなものですね。ですから簡単に言うとそのサルトルがその目の前のコップで哲学ができるというふうに語ったあのパロディして言えば目の前のコップを弾く音それが割れる音で、鍵盤を弾けば音それで音楽ができちゃうというふうなものです。でそこではですねあののっぺりした人工音の代わりに非常に複雑なひだを持った自然の音というものがサンプルされエディットされた形で出てくる。で、もちろんそれはコンピューターによって変換され、再合成された音なので自然の音というわけではないのですけれどもしかし決して我々にそのいわゆる人工ののっぺりした音っていう印象を与えるようなものではない。どうもこれはですねいわゆる人工音と自然音といったような二分法を破棄してしまうようなでその中間領域に広がっていくような新しい音の宇宙といった方がいいのではないかという気がします。でそこにあるのは、何か人工的な音の世界と自然の音の世界というふうな二元論を破棄してしまうようなある種の中間的な領域である中間的な音の宇宙であるというふうに言った方が。久々なのいいような気がします。確かにかつてのようにデジタルの網の目というものがかなり粗い網の目であった場合には、そこから大量の要素がこぼれ落ちてしまう。でそれを拾い上げるのにアナログな感性といったものが必要とされたわけです。おそらく機械論的な自然観と有機体論的なそれとのデュアリティといったものもこの二元論に基づくものに他ならない。しかし今となってみれば情報科学およびそれを支えるエレクトロニクスのテクノロジーによってこのデジタルの網の目というのは極めて、繊細なものになっている。言ってみればハイパーデジタルといっていいような繊細さを獲得するに至っている。そうなってみればかつてのようなデジタルな機械論とアナログな有機体論あるいはデジタルな機械論的自然とアナログな精神あるいはファインアートといった二元論はその有効性を失っていてでその間に広がるハイパーデジタルな要野の中でアートともサイエンスともつかないような新しい種類のハイブリッドな実践が続いていくのではないかと思います。こうして自然のシミュレーションが進んでいくうち人間自体がその中に対象として繰り込まれてくる人間のシミュレーションということが行われる。そんなことがあったとしても決して不思議ではない。で実際
人間というのを何か特別な位置に囲い込み、それ以外のものはシミュレートできるが人間だけはできないというふうに即断してしまうというのはおそらく請求に過ぎるのであって、これからはおそらく人間自身のシミュレーションに向かった動きがどんどん進んでいくだろう、そういうふうな気がします。まあ、実際例えばここにいる浅田明という個体のシミュレーションをするということだって考えられる。もちろん、外形を微細にサンプリングしていく、脳波とか心電図とかいったものを外、サンプリングしていくということはできるわけですし、お望みならば断面図を撮ってみせると、で内部と言われていったものをあからさまに外部にさらしてみせるということだって不可能ではないと。で、そうやって得られた知見をうまく合成して、浅田明ダッシュというものをどっかにデジタルに構成してやるということがあったって不思議ではない。でも極端に言えば、今ここで喋っているこの浅田明と称する個体が実はそのようにしてシミュレートされたシミュレーション人形であったとしても実は驚くには当たらない。まあそういうふうに思うわけです。もちろん、幸か不幸か今のところそれは SF 止まりの話であって、まあ、僕は生身の僕として今喋っているわけですけれども、まあ、ビデオアートとかテレビの世界ではそういうことがまあ一足先に先取りされていて、例えば、デジタルに合成されたパーソナリティ、それも、外形とか有機体レベルだけではなくて、脳の中での情報活動、それがもたらすパーソナリティといったものすべてを含んで完全にデジタルに合成されたパーソナリティというものが現れて、それが生身の人間に代わってビデオジョッキーを務める、そういう不思議な現象が起こったりもしているわけです。これは多分先ほど SF 的と呼んだ来るべき人間のシミュレーションのアーティスティックな先取りというふうに考えられるかもしれないわけです。で、このように人間を含んだ形で自然のシミュレーションというものがどんどん進んでいく、こういうことを言いますと必ずアレルギー的な反応を示す人がどっかにいるはずです。つまりシミュレーションの世界というのはたかだか機械的なものである。で、それは有機的な自然の豊かさを、あるいは人間の内面や精神といったものの微細な飛騨を絶対に捉えることができないという話ですね。しかしこれは先ほど僕がちょっと言ったようにいささか論点選手の嫌いがあるのであって、それはやってみないとわからない。とことんまでやった後に何らかの残滓があったとして、それを精神や内面と呼ぶのなら分かるのですけれども、最初からそういった内面や精神といったものを何かこう巨大な保護区として設定して、シミュレーションの世界はそこには立ち入り禁止というふうに考えてしまうのはあまりに狭小な視野であると断言できるでしょう。で、考えてみるとそういう考え方、つまり、一方に機械論的な自然があり一方に有機体的な自然があるとか、あるいは一方に自然科学があり一方に精神科学があるとか、そういった二分法というものはとりわけ19世紀に捏造されたフィクションではなかったか。実際19世紀においてはですね、片方に極めて粗大な機械論的な科学があったがゆえに、そこから落ちこぼれる繊細なもの、何か有機的な力の場であるとか、あるいは繊細な心のひだであるとかいったものは全く別の部分で扱わなければならないという二元法が成立していたわけです。しかしそれから随分科学も進んできたわけで、例えば情報科学であるとか、それを支えるこのエレクトロニクスのテクノロジーとかいったものをもってすると、その素材であった機械論的な宇宙観というものが非常に微細なところまで入り込むことができるようになっている。言い方を変えると、片方に目の粗いデジタル的な世界があって、そこからこぼれ落ちるものは全てアナログな感性に委ねられるという風であったのが、実はこのデジタルな網の目自身がどん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 目が細かくなっていって、まあ、言ってみればハイパーデジタルとでも言ったような段階にまで突き進もうとしている。そうなってみると、かつてのデジタルとアナログ、あるいは機械的なものと有機体論的なものといったような二分法はすでに時代遅れになってなし崩しに解体されていくのであって、その両者の分岐に先立つようなですね、非常に繊細なハイパーデジタルな運動体というものがその中間に現れてくる可能性だってないとは言えないわけですね。で、もっとその19世紀より先、昔まで遡ってみますと、実は先ほどのライプニッツのような人は人間の思考過程をですね、記号とその組み合わせといった機械的なアルゴリズムによって表現できないかというようなことを考えていた。あるいはデカルトはもちろん、人間の身体というものを一種の機械と考えたわけだし、18世紀に入ってラメトリーはその延長上で人間機械論、マンマシーンというふうな書物を表したりもした。で、こういう人たちの考えというのはおそらく19世紀の二分法などは知らない、もっとそれに先立つですね、ビビッドな想像力を反映したものだったのではないかと思います。
で、まあ、幸か不幸か、その当時にはですね、それだけの想像力に見合った、今の情報科学にあたるようなノウハウはテクノロジーは利用不可能であったがゆえに、彼らの夢は夢のままに終わった。しかし、先ほど言ったようにライプニッツの一つの夢、計算機の夢がコンピューターに実現されたということに象徴されるように、今やライプニッツとかラメトリーの考えたこのマンマシンの夢というものが、現実的にある種のマンマシンコンビ、マンマシンシンビオシスというふうな形で実現されつつあると。で、そこでは人間の有機的活動のみならず精神活動といったものまで、かなりの程度まで、そういった情報科学のシミュレーションの対象となりうるのだというふうに考えた方がいいと思います。もちろんこのシミュレーションが完全なものと、人間の完全な理解にまで到達するという保証はどこにもない。しかしむしろですね、それによって到達し得ないものを際立たせるためにこそ、こういうシミュレーションを徹底的に推し進めて、明快にできるところは徹底的に明快にし尽くすということが必要だろう。で、どこかで止まってしまって、それ以外のところはアナログな感性に任せるというふうなことであれば、それは事態はどこまでたっても進まないのであって、そういった一種のセンチメンタルのノスタルジーは粉砕しながら、行き着くところまで行き着くした挙句、何らかの形で人間の精神といったものの特権性が際立ってくるというのが実は本当のストーリーなのではないかという気がします。それにしても、こうして展開されてきたフラクタルであるとか、その他のシミュレーションというのは、今の段階では非常に大きなコンピューターを長い時間、駆動してやっと得られるシミュレーションですね。で、一般の人には到底手の届かないものではないかという気がするのも無理はない。しかし実のところ、パーソナルコンピューターでもできないことはないような非常に単純なデジタルなモデル、ディスクリートなモデルによって、同じような複雑性、同じような予見不能性をはらんだシミュレーションの世界を展開することができるわけです。後半ではそういうシミュレーションの世界をいくつか覗いてみることにしたいと思います。さて、今度僕たちが取り上げるモデルはセルラーオートマタ、セル構造オートマトンと言われているものです。これはセルっていうのは、つまり一つのマス目のようなものであって、マス目が例えば1次元とか2次元に分布している。で、その一つ一つのマス目が何らかの値を取ると。で、その値の取り方が自分自身と、それから近傍のセルの前の木の値によって決まってくると、簡単に言うとそういうことです。しかしこれでは何のことかわからないので、もう少し具体的に進めていきましょう。最初、セルがリニアに、つまり1次元にもなして並んでいる場合を考えます。セルは横に1列に並んでいて、時間とともに下へ向けて、遷移していくわけですね。で、あるセルが、1段下でどういう値を取るかということは、そのセル自体とその周りのいくつかのセルの値によって決まるというふうに考えます。もちろんそれにはいくつかのルールがありますけれども、例えば周りを足して3だったら、自分が今度は2になるとか、そういうふうなルールをいくつか設定しておいてやるわけですね。で、ルールごとにこうずっと下へ流してやって、その結果を見ると。これがリニアのオートマトンのシミュレーションということになるわけです。で、こんな風にですね、大変簡単な形の規則、そして、決定論を含まない形のオートメーションであるってみれば、これはきっと非常に簡単な形に行き着くに違いないというふうに誰もが思う。しかし実際はそうではないわけですね。ウォルフラムという人によって、こういうリニアのオートマトンの広範なサーベイが行われているわけですけれども、彼はそこでこのセルラーオートメーションのパターンが大まかに言って4つに分かれるということを発見したわけです。で、最初のパターンはこういうものですね。つまり、ある一定のごちゃごちゃした最初の時期を過ぎますと、セルラースペースが一様な状態に行き着いてしまう。例えば、全部が死んでしまうというふうなことです。2つ目の状態、これも簡単で、初期条件を少し過ぎると何か定常的なパターン、あるいは周期的なパターンが現れて、それがずっと持続すると、こういうものですね。で、こういうものであれば、いかにもこれは単純な規則にふさわしい単純なオートメーションであって、あと状態がどうなるかということを予測するのは全然難しくはない。で、ところがですね、そうはいかないようなものがあるということがだんだん分かってきた。それがこのタイプ3とタイプ4です。タイプ3というのは、ここに見られるように、非常にカオス的な挙動を示し、その結果何かフラクタルなパターンが現れてくる。で、これはこんなに簡単な規則からこんなにぐちゃぐちゃなものが出てきていいのかということで、人々の驚きを買った。で、さらにですね、4つ目のパターンになるともっと違ってくる。つまり何かこう局所的な構造が生じて、あるものは消えていくけれども、あるものはそれが横へ伝播していくと、こういうことになるわけです。ウォルフラムはこの4つ目のパターンについて、これは最初のコンフィギュレーションに含まれていた情報を
処理しながら変換していく、そういうコンピューテーションのプロセスと考えられるというふうなことも言っていますけれども、このコンピューテーション自身はですね、非常に複雑な、まあ、チューリングの意味でのユニバーサリティを持っている可能性があって、最終的にそれが止まるかどうか、つまりどっかで、このセルアウトメーションが死滅してしまうかどうかという、まあ、一種の停止問題は ある意味で決定不能だというように考えられています。でこのようにですね、非常に簡単な決定論的な規則から場合によっては極めて複雑な、そして事実上予見不能な振る舞いが出てくるということは、このセルラースペースというものの豊かさ、その中でいろいろな事象が生じてきてはまた消滅していく、そういうオートジェネシスというかモルフォジェネシスというか、そういうものの可能性を示唆するものですね。でそれを見ていくために、今度は二次元に広がったセルラースペースを考えます。で今度はですね、時間の経過をこういうふうに図示することはできない。なぜならば、そもそもセルのスペースが巨大な碁盤の目のように二次元に広がっているからです。でこれがディスクリートにパッパッパッと時間とともに変わっていくと、こういうことになるわけですね。で例によってあるセルがどういう値を次の日に取るかということは、そのセルと周りのセルの値から決まるというふうになります。で一つの最も単純な二次元のセルオートマトンの規則は、コンウェイという人が70年頃に考えたライフゲームというもののそれです。でこの場合はあるセルが、セルの値というのは1か0か、つまり正か死か、この2つしかない。であるセルが次の期に生きるか死ぬかということは、ある期におけるそのセル自身の値と周りの8つのセルの値の状況から決まってくるわけですね。このルールはごく簡単に言うことができる。つまり周りにですね、生きた細胞が全然ないか1個しかなかった場合は、あるセルの状況がどうであれ次の期にはゼロになる。つまりゼロだとそのままだし、生きてたとしても、まあ、孤立によって死んでしまうわけですね。それからあるセルを取り巻く細胞のうち生きてるものが2つだとしますと、これは現状維持と、つまり死んだものは死んだままだし生きてるものはサバイバルすると、こういうことになるわけです。から周りで生きてるものが3つあったとき、このときにはですね、まあ、空いたマスがあったとしてもそこで一種のトライセクシャルメーティングが起こって新しいベビーが生まれると。つまり3つのときにはもともと生きてたら生きたままですけれども、死んでたものもそこに新しいものが生まれると、こういうことになるんです。で4つ以上の場合は今度は人工過剰ということになって生きてたセルも死んでしまうと、こういうことになるわけですね。つまり、生きたものが2つのときは現状維持、3つのときには現状維持ないし新しいものが生まれると、それ以外のときには死んでしまうと、これだけの簡単なルールであるわけです。ところがですね、先ほどから見てますようにこのライフゲームのパターンというのは非常に複雑な動きを示すと。で、まあ、これ70年に発表されたわけですけれども、これがこんなに複雑なパターンを示すということで人々は驚き魅了され、そして、まあ、企業や研究所では、まあ、貴重なコンピューター時間を盗んでですね、これのシミュレーションがどんどん重ねられていったわけです。その中で、まあ、見つかったなかなかエキゾティックなライフオブジェクトをいくつかここに見ることができる。まあ、一番簡単なものはここでブリンクしているこのブリンカーですね、縦横縦横というふうに3つのマスが動いていく。しかしもう少し複雑なものもあると。例えばここでグニョングニョングニョと画面を動いているこのグライダーというやつがそれですね。このグライダーというのは今見てますと分かりますように、こういうふうに4周期で元の形に戻りますが、その時1マスずれてる。でそうやって画面を横切りながらぐーっと一方向に動いていくと、それで滑っていくものという意味でグライダーというわけです。で、ここでですね、極めて面白い事実が分かると。つまりこのグライダーというのはですね、実はあるパターンによって周期的に形成されるということを示すことができるんです。このパターンはグライダーガンといって、こういう形をしています。で、このパターンをこのパターンがどういうふうになっていくかをずっと追っかけていきますと、今グライダーを打ったところですね。で打たれたグライダーはずっと動いていく。しかし、しばらくこうやって追っかけていくと、でこのパターンはずっと周期的に続きまして、実はこのグライダーガンという図形は30周期おきにグライダーを1個打つと、打たれたグライダーはユニフォームにずっと相手方向に動いていくわけですから、結局のところこのパターンは無限に生きた石を増やしていく、そういう石の増殖パターンであるということが言えるわけです。さらに面白いことにはですね、13個のグライダーがある特殊な、衝突の仕方をすると、それがグライダーガンを形成するということを示すことができるわけです。
で、これは何を意味するか。これはですね、13個のグライダーが、協力して子孫繁栄のための一種の装置を作る、こういう非常に、手の込んだ自己増殖の試みというふうに言えなくもない。このようにこのライフスペースの中にはですね、どうやら死んでいくものもあるけれども周期的に生き残ったり、あるいは自分の子孫を増やしたりするような怪しいやつが立ち割られてくるらしい。このようにコンピューターの中に埋蔵されたこのデジタルなスペースの中で様々な生命のドラマが生まれているというのは実に驚異的なことだという気がします。このライフゲームを使った一つの、お楽しみゲームを見ながら話を続けることにします。これはですね、今この真ん中にカエルの卵が、ピンク色のやつが1ダースありますけれども、ここからオタマジャクシが帰って大きくなっていく。このカエルをなんとか大きくしていって最後まで行くと勝ちというようなものです。で、カエルは藻を食べて成長します。藻の成長の仕方もやはりライフのパターンに従っている。しかしそこにはいろいろな危険も待ち構えているわけですね。例えば渦巻きがある。この渦巻きはよくご覧になってないと分かるように、先ほどのグライダーのパターンから生成されたものです。他に、小魚のようなものとかカニのようなものが、ちょこちょこと出てきて、油断しているとオタマジャクシは食べられてしまう。しかし、なんとか頑張って逃げ延びながら藻を食べて育って、で足が出てカエルになってしまえば、舌を出してそういうものを食べることもできるわけですね。こういうふうにしかしこのゲームの面白いところは、そのこう渦巻きとか魚とかカエルとかいったものが本当にそうなのかどうかよくわからない、非常にデジタルに理想的な形でモデル化されているというところがむしろ魅力だったりするような気がしますけれども、こうやってどんどんゲームが進んでいって、でうまくやってカエルを増やして、最後にカエルが金の卵を産んで、そこから王子様になるというので終わりという、非常にバカバカしいゲームではあるわけです。で、こういうわけでですね、ライフゲームのシミュレーションというのはどんどん続いていったわけですけれども、これが80年ぐらいになりますと、さらに驚異的な事実が分かってくる。これはコンウェイ自身の証明によることなのですけれども、これは結局このライフスペースの中にチューリングの意味でのユニバーサルコンピューターを埋め込むことができる。さらにそれを使いながらフォン・ノイマンの意味での自己増殖オートマトンをですね、実現することができる、こういうことです。しかし、その話をする前に、そのフォン・ノイマンの話をちょっとしておく必要がある。で、フォン・ノイマンの自己増殖オートマトンというのも、やはりこの二次元のセルオートマトンですが、ライフゲームとかなり違っているのは、近傍としては辺を共有する4個しか数えない。それからそれぞれのセルについては29通りのステートが、状態があり得るということですね。で、この29通りというのは、つまり28通りのパーツとブランクというふうに考えてみればいいわけであって、巨大な碁盤の上に置かれた28通りのパーツの何らかのコンフィギュレーションというものが、マシンというふうに呼ばれるわけです。で、フォン・ノイマンが示したのはですね、うまいそういうコンフィギュレーションを作ってやると、つまりうまい形のマシンをこの空間の上でデザインしてやると、これが十分長い期間の後に自分と同じもの、自分の子供みたいなものを横に形成すると、こういうことです。で、実のところこの大きなマシンの中には、自分の青写真を撮るもの、その青写真を読むもの、それに従ってそれをこう作り出すもの、そういういろんなこう部門が入っているわけですけれども、総じて大きなコンフィギュレーションとしてのマシンがですね、いずれそのうち自分自身の似姿を作り出すと、その意味で自分が自分を作り直す、まさにその自己増殖装置、生命にも必須べし自己増殖装置だということが分かってきたわけですね。で、こういうパーツは実のところですね、DNA とかリボソームとかいう、そういうその細胞のその自己増殖において、主要な役割を果たす者たちとある意味でホモローグになっている。で、そういうわけでフォン・ノイマンのこの業績を知っていた人々は、DNA の構造解析によって分子生物学が確立された時にもですね、さしたる驚きを感じなかったわけですね。でも、いずれにしてもこのフォン・ノイマンのこの自己増殖オートマトンというのは、自己増殖という目的をもともと前提としたテーラーメイドのものです。だから、相当複雑なものだから、それぐらいのことができても、これはそんなに不思議ではないとも言えなくもないと。しかしですね、このライフゲームというのは、そういうものは全く念頭に置かずに作られた、01の2つの状態しかない、で極めて簡単な繊維規則しかないというふうな代物です。ところが、先ほど言ったようにコンウェイが証明した驚くべき結果というのは、こんな簡単なスペースの中にすらですね、
これ非常に巨大なパターンとしてのマシンですけれども、あるマシンが存在して、それが自分の青写真に沿って自分自身を再生産することができると、こういうことなわけです。これ実際にはものすごく大きなパターンになるらしくて、一つのセルが1ミリ四方であるとしても、このパターンを写すために何キロ四方もの巨大なブラウン管がいるという、こういうバカげた話になっちゃうんですけれども、まあ、いずれにしても理論的にはですね、このライフスペースの中で文字通り生命にも比すべき自己増殖が可能であるらしいと、これはまさに驚くべき結果であったような気がします。で、このようにまあ、リニアの場合あるいは二次元の場合含めたこのセルアウトメーションというものは、この極めてデジタイズされた、しかも決定論的な簡単な規則に支配された世界の中で、まあ、ある意味で生命の世界のドラマのようなものがシミュレートされて出てくるということなんですね。しかもそれはその先ほどのフラクタルとか人間のシミュレーションとかいったような非常に巨大なコンピューターや巨大な装置を駆使したものではなくて、まあ頑張ればパソコンの中でもできなくはないというようなものである。これが多分その現在のシミュレーション文化の中でこういったものが持っている非常に大きなインプリケーションだというふうな気がします。このように、コンピューターの中には位相外に豊かなシミュレーションの宇宙というものが内蔵されているらしい。でそれはますますこれから探検されていくべきものだろうということが分かってきた。でさらにですね、このようなシミュレーションの宇宙はもちろんコンピューターの内部にこう閉じこもっているのではなくて、そこから怪しげに漏れ出してきて我々を覆うこの都市の現実をすっぽり包み込みかねない、そういう勢いを見せている。で実際、フランスの社会学者ジャン・ボードリアールはこういうコンピューターをはじめとするエレクトロニックメディアに浸透された都市の状況、そういうメディアの中と外とが反転し合っているような状況をこのシミュレーションとシミュラークルというタームで語っているわけです。我々は第3章でこのシミュラークル都市の探検に出かけていくことにしたい。しかしその前にですね、一気にそういう都市的状況に飛躍するのではなく、もっと基本的な層に遡って、この新しいテクノロジーといったものが人間の移動や交通やあるいは戦争といったものを介して、世界の下部構造をいかに変革しつつあるか、そういういわばシミュレーション宇宙の下部構造といったものを考えていこうというふうに思います。ここで、我々が引用したいのが、フランスのテクノロジーと戦争の思想家ポール・ビリリオをフィーチャーして作られた我々人間はなぜ核もテクノロジーを愛するのかといういささかアイロニカルなタイトルのプログラムです。ビリリオというのは建築から出発した人なのですが、塹壕統治下ですねの形態学などをやっているうちにだんだん戦争というものを自分の主要な関心とするに至った。ただこれは別に戦争とテクノロジーの結びつきを手放しで賛美するとかそういうものでは全くなく、むしろ逆に戦争というものがテクノロジーを社会と結びつけていく上でいかに重要な役割を果たしているかということを冷静に分析し、そのことによってそのような状況の中にある危険をつぶさに指摘していくという、そういうモチベーションから出たものであることは疑いないわけです。したがってこれから見るプログラムの中には、例えばですね、戦争というのは単にアモラルな現象だけではなくて実験的な現象だと、つまり一種の実験室のようなものだというふうな発言が見られますが、これは必ずしも戦争をその実験として肯定するということではなく、そのようなリアリティを冷静に見据えた上でそれに対する批判的な考察を展開する糧とする、そういうモチーフから出たものであることはここで強調しておかなければなりません。ここでビリリオの語りを彩るのは、例えばジャック・コールドシュタインが描くエアブラシで描かれた天空の惨劇の図です。まあ、それは花火のようでもあるし集中砲火のような気もする。その天空の惨劇の絵がポール・ビリリオの背後を彩る。それからまた全体をドイツのビデオ作家であるクラウス・フォン・ブルッフの画面構成によって全体が一種ビデオアートのような形に構成されている。これは思考
したものをイメージによって、説明するというこう古いパターンではなくて、むしろイメージ自体によって思考する、思考をイメージにしてしまうという新しい試みとして、十分に評価できるものだと思います。ポール・ビリリオの、我々人間はなぜ核もテクノロジーを愛するかです。僕は bien les faits。戦争が終わり、我々すっかり変貌してしまった都市の中で終わりのない時を生きています。境界と中心によって空間的に確定され、サンボリックな言語的秩序によって支配された古典的なポリスとしての都市ではなく、アメーバ状のスクロールによって外部との境界を失い、エレクトロニックメディアの散布するイマジネールな表層的映像の洪水の中にどっぷりと浸り込んだ、そういうシミュレーション都市の中、それはまさにボードリアルのいう意味でのシミュレーション都市であって、その中では映像が現実を模倣すると同時に現実が映像を模倣する、そういう奇妙なループが止めどもなく反転し合って回っているわけです。この都市は全体像などというものを持ち合わせない、もちろん中心となるべき舞台などというものはない、したがって中心と終焉、あるいは表層と深層といったものの反転がもたらす弁証法の劇といったものは、まあどこにも見当たらないといった方がいいだろう。ただ非定型の空間の中を電子の薄膜と化したイマジネールな映像の群れが飛び交う中で、弁証法的な反転ならぬノンセンスな反転、両義的な反転が繰り返されているばかりです。考えてみれば、かつて流行した劇場都市モデル、あるいはそれを使った都市の文化記号論などというものは、多分そういうシミュレーション都市の状況の中で失われた有機的全体性へのセンチメンタルというのか、あるいは感傷的なノスタルジーが生み出した一種のまあ、フィクション、少なくもイリュージョンに過ぎなかったのではないか、そんな気がしてなりません。実際のところシミュレーション都市のリアリティ、あるいはまあハイパーリアリティといった方がいいでしょうが、その中では何かこう濃密な意味を見た伝統的都市空間をテクストとして読み解いていくとか、あるいはそこで上演される劇をのんびりと鑑賞するとか、そんな暇はとてもない。 むしろあらゆる意味のシステム、あらゆるドラマ、そういった一切が破壊された後にあるノンセンスな流動状態の残酷な輝きだけが問題なのです。そう、もうはっきり言ってしまった方がいいかもしれない。つまり都市はテクストではない、あるいはアンチオイディプスの著者たちの言い方によれば、都市は劇場ではなく工場なのだ。さて、この工場をサーベイしていくには一体どうしたらいいのだろうか。それには例えばこの東京という都市、物質とエネルギー、情報とイメージのこの一大工場の脈関係とも言うべきこの道路も、線に分岐しながら広がるこの回路の全体を、そのいちいちをたどりながら漂流していくこと、それしかないのではないかという気がしないでもないです。
全体像を聴感するなどというのではない。むしろしばし呆然と流れに身を委ね、線に分岐した回路の一つずつをたどっていくこと。まあ、こうして我々は今東京、このニュートラルなシミュレーション都市を当てどもなくさまよっているわけです。そう、東京こそはシミュレーション都市の典型と言ってもいいのかもしれない。まあ、かつてロランバルトは東京のことをこんな風に語った。つまりこの都市は中心を持たない。まあ、もっと正確に言えば中心はあるけれども、それは空虚な中心です。こう語った時に彼はこの空虚な中心の周りを昆虫のようにこうビュンビュン高速で旋回するタクシーの群れのことを語るのを忘れませんでした。だけども多分あと10年遅かったらバルトはきっとそのタクシーの一つ一つの屋根についたこの小さなブラウン管、そこに淡雪のように明滅しているこのデジタルの電子の映像のことを語ったに違いないという気がします。実際この TV タクシーこそはこの巨大なシミュレーションとして東京を語る最も有効なメディアの一つかもしれないという気がするわけです。それにしてもこうやって東京という都市をたどっていると一番驚くこと、それはどこにも謎がないということです。謎がどっか真相に秘められているというのではない、むしろ全てがあからさまに表層に露呈されてあるということです。そう言ってみればこの底なしの深さのなさこそがこの都市の逆説的な恐ろしさでもあり魅力でもあるのかもしれない。この都市を覆う映像のこの徹底的な深さのなさ、この徹底的な表層性というものをしかしどうやって理解すればいいのか、そのためには第一章でこのエレクトロニクスの映像を17世紀のオプティカルな映像と比較してみたように、ここでもう一度大きく迂回してこのエレクトロニクスの映像というものを例えば鏡の映像、あるいはまたそれと質的に異なる写真の映像、そういったものと比較してみる必要があるのではないかという気がします。唐谷浩人が語ります。多分誰でも自分の声を初めてテープで聞いたとき、いたたまれるようなおぞましさを覚えるだろう。あれは私の声ではないという思いと、あれが私の声なのだという思いが交錯する。その思いはどちらも正しいので、我々はその決定不可能性の中で錯乱を覚える。確実なのはレコードまたは音声の複製技術以前に人間はこのような経験をしたことがなかったということである。デリダは自分の声を聞くという厳然性に優位性を与える西洋哲学を批判するが、それは西洋に限られるものではない。自分の声につきまとう慣れ合いを決定的に打ち破るのは音声の複製技術なのだ。誰でも自分の声を初めてテープで聞いたとき、いたたまれるようなおぞましさを覚えるだろう。あれは私の声ではないという思いと、あれが私の声なのだという思いが交錯する。その思いはどちらも正しいので、我々はその決定不可能性の中で錯乱を覚える。確実なのはレコードまたは音声の複製技術以前に人間はこのような経験をしたことがなかったということである。デリダは自分の声を聞くという厳然性に優位性を与える西洋哲学を批判するが、それは西洋に限られるものではない。自分の声につきまとう慣れ合いを決定的に打ち破るのは音声の複製技術なのだ。まあ、最初に肖像写真がこう捉えた時にね、うん、やはりこういうおぞましさを感じたらしいんですね。でそれまでならば一応その画家が描いているわけですし文句を言うことができる。でこのこいつがおかしいのだとか、まあ、いろいろ言うことができる。しかしその写真というものには何か抗議しがたいある種の客観性がありまして、それもそのこれは私だと思えないし、しかもそのこれは私だと認めざるを得ない、そういう困惑をね覚えたんじゃないかと思うんですね。で、まあ、それまでその人間が見てきたものっていうのは全部鏡ですよね。でこれはまあ水鏡であれなんであれですね。で鏡っていうものに、まあ哲学でいうとその、まあ、反省という
言葉で、このリフレクションというのは、あの反映とか反射とか、まあ、いろんな訳がつきますけども、あの重要なそのキーワードになってるわけですね。だから、あの単にその鏡に慣れてきただけじゃなくて、その鏡の比喩にも慣れてきた。それで、まあ、自分自身をその反省する、それはまあ他人の目で自分を見る、客観的に見ると、こういうことなんですけども、しかしその他人の目で自分を見るといっても結局自分で見てるだけで、決してその、テープとか写真が与えるようなそういうおぞましい客観性 を与えないわけですね。で、自分を客観的に見るってことは、実際のところは主観的な、あの、まあ、反省に過ぎないって。だから、あの写真装置が出てきたのは19世紀の中頃なんだけれども、ちょうど同じ頃に、まあ、マルクスがそのドイツイデオロギーとかそういう、まあ、本の中で、そのドイツのイデオローグたちはね、その、自分がそう考えていることと自分が現にあることとの区別がついていないと。彼らはまあその、そういう目の中にいるんだっていうようなことをまあ言ってるわけです。それがまあイデオロギー批判ということなんですが、あのただしこのマルスが言ってるその、批判というものを、その自分を客観的に見るということを言ってるわけじゃないわけですよね。なんかその、まあ、それはヘーゲルであれ誰であれ客観的に自分を見ることはできているわけです。だけれども そうではない種類の客観性、そのどうしてもその鏡的な反省では捉えられないようなその客観性ね、これがまあ大体あのマルクスが言うような客観性なんじゃないかと。そうすると写真装置が出てきた時と、まあイデオロギー批判が出てきた時とはね、ほぼ時代的に同じなんで、まあ、そこに共通性があるんじゃないかと思うんですね。もう一つはまあ写真っていうのは、まあ、一瞬を捉えるわけですけどね、あのこれはあの有名なその馬の絵があって間違ってそうですけどねあの馬がその空を、ま、宙を飛んでいる瞬間の足の形がですね、で画家はそう描いたけれども描いたけれども、あの写真を撮るまではね、その間違いはわからないわけです。その写真を撮ってみると、その馬は、まあ、足はそういうふうな、あの運び方をしていないというそういうことがまあ分かってしまったわけですね。我々のその一瞬一瞬の動きというものは我々は無意識である、意識していないわけですけども、その写真というのは、ある意味でその我々がどうやってもその意識していない部分というものをこう一瞬のうちに、明らかにしてしまう。でこれはまあ今の言ったのはただこう運動の無意識みたいなものだけれども、まあ、いろんな意味で、それまで言われてきた無意識とは違う無意識ね、でそういうものがをその人間がその捕まえる、あるいはその捕まえようとするようになったんじゃないかと、うん、それが大体まあ精神分析で言う無意識であって、つまりフロイトの言う無意識であって、でそれまでのその、にも無意識という言葉は使われていたけれども、まあフロイトが与えたものはもっと分析的なもので、これはやっぱり写真装置にね、似ているんじゃないかと、うん、だからまあ写真っていうのは一つの、比喩であって、別に写真装置がそういう連中に影響を与えたってことじゃないんだけれども、さっき言ったようなその哲学というものが一種 その鏡の中で、のゲームであったとしたならば、
それをそのある種の外部からね切るようなそういう視線というものが、出てきたことと、うん、その写真がね出てきたこととはその並行していると思うんですね、うん、まあそういうことですね。まあ映画の場合は結局写真をその高速度に、動かしてるだけだから、まあ、かなりその写真的なものが残ってるんだけども、まあ非常に勘のいい人であればその一枚一枚のねフィルムが見えると思うんですね。しかしそのビデオというものは、まあ、結局点の消滅に過ぎないから、まあ、そこでその技術的にも全然違いがあると思うんですよね。でまあ最初にそういう最初にまあテレビの問題を考えたのはマック・ルーハンだと思いますけど、彼が言った言葉で、まあ、そのメディアはマッサージだっていう言い方があって、マッサージだって。で写真はまあメッセージであるとして、そのテレビはあるいはビデオはね、マッサージであるということがね、そういう物理的な構造から言ってもね納得できるような気がするんですね。時代的にはどうか合わないけれども、多分そのユング的なんだろうと思うんですね。まあ、実際そのビデオゲームなんかはもうみんなそういう物語シーンはね、まあ、そういうこうまあ古代的なもののね復活が起こっていて、これは奇妙なそのコントラストだと思うんですけどね。でなぜそうなのかは考えたことはないんだけどね。鏡の時代というのが、まあ、ヘーゲル的な意識の時代であり、それに続く写真の時代というのがフロイト的な無意識の時代であるとすれば、エレクトロニックな映像の時代というのは何なのだろう。まあそういった意識や無意識といった全てを断片化し、線の破片に砕いて表層に飛散させる時なのかもしれない。まあ、かつてアンディ・ウォーホールがあれら表層的なイメージの残酷にして愚鈍な反復によって解放を見せてくれたように、しかしまたそれはそうした表層的な無意識が漂うその背後の空洞に、その巨大な空洞に一種のその集合無意識、まあ、フロイト的なそれというよりもユング的なそれが、まあ、無数のアルカイックな神話的イメージの群れを伴いながら回帰してくる、そんな時代なのかもしれない。まあ、もし後者が真実なのだとすれば、そしてまた実際そのテレビゲームに見るようなそのハイテクマシーンとある種の神話的イメージとの奇妙な短絡を見る限り、その後者である確率は非常に高いのですけれども、もしその後者であってみれば、多分その我々にとっての未来、現実的な近未来というのは単に未来的なものではない、単にフューチャリスティックなものではない、むしろフューチャリストアルカイックなもの、未来的にしてかつ古代的なものといった方がいいでしょう。まあ、フューチュリストアルカイック、未来的にして古代的、まあ、この奇妙に魅惑的なしかも恐ろしい状況の中では、例えばその都市の中心にある巨大なディスコ、最新のエレクトロニックメディアで武装したディスコというのが一種の神殿のような役割を果たすかもしれない。まあ、電子の神殿にして電子の仕切る、そういった奇妙な役割を果たすかもしれない。
まあ、ニューヨークにそういった巨大なディスコを設計した磯崎新が語ります。まあ、サブライムなまでの強度、異常に拡大されたスケールといったもの、それからまたスキゾエクレティックな集積、もう断片の圧縮、この両者によって人々を異様なめまいの中に誘い込むと、この現代の神殿、まあ、テクノバロックチャーチとでも言うのでしょうか。まあ、まあこのパレディアムに代表される現代の電子の迷宮の中では、まあ言ってみれば時空がいわばホログラフィックに圧縮されてしまう。でありとあらゆる様式がそこでは混沌としたアマルガムを作る。そればかりか未来と過去、あるいはハイテクな感覚とデッドテックな廃墟感覚といったものが苗混ぜになって交錯する。このアマルガムのような状態というのは多分前代未聞の異種交配と三種の一つの可能な条件であると言えるかもしれません。しかし逆にそれは全てが可能であるがゆえに何をしても仕方がないというふうな一種の地獄、極めてきらびやかで快楽的な地獄なのかもしれない。まあ我々はこの東京という現代のバビロンの最もバビロン的な部分を今入浴しているわけですけれども、ニューヨークでちょうどそれにあたる部分から送られてきたヘル、現代の地獄という名前の一つのビデオアートを今ここで見たいと思います。東京というバビロンの中を走るタクシーの小さなブラウンカーの中でニューヨークから送られてきたヘルの映像を今見てみたいと思います。Son John, Dad said, remember, your mother's always right. Even when she's wrong.そう、ここで本題に戻らなければなりません。ありとあらゆる情報があらかじめ集積され輪になったテープのように切りもなく回転しているこの電子の地獄、その中で我々は一体脱出路を見出すことができるのだろうか。極めて困難な問題です。いずれにせよそれはエレクトロニックテクノロジー以前の牧歌的ユートピアへの対抗であってはならないだろう。むしろエレクトロニックテクノロジーと結びついた新たな社会的実践や芸術的実践によってマスメディアの生み出す情報の飽和状態のうちにマイノリティの自由が息づく小さな余白、笑いとそして残酷さの泡のようなものを増殖させていくことが必要だろう。フランスの精神学者でありジル・ドゥルーズとの共著で知られるフェリックス・ガタリはそう考えています。このフェリックス・ガタリのメッセージ自体が極めてマイナーな形で送られてきたものだということを付け加えておく必要があります。大規模なロケ隊がフランスへ行って撮ってきたというようなものではない。ただフェリックスのパートナーであるジョゼフィーヌが家庭用のビデオのカメラを回し、その小さなカセットが郵便で送られてきた、それだけのことです。画質が悪い、しかしそれが一体何なのか。フェリックス語りからのメッセージです。最新テクノロジーそのものに神話が、エレクトロニックメディアを用いた新たな芸術的実践、実際テクノカルチャーといったものがもしあり得るとすれば、それはハイテクノロジーばかりではなく何人かの先駆的なアーティストの試みに多くを追うことになるはずです。例えばスポンサーなるのアーティストのお知らせの中に登場したジョン・ケージ、あるいはその弟子といってもいいビデオアートの創始者ナムジュン・パイク、彼らはエレクトロニックメディアを用いながらもどこかとぼけたような、それでいて極めて辛辣なブラックユーモアによって情報の飽和状態の中にちょっとしたブランク、微妙な間を作り出す術を教えてくれた。それが触媒のように働いて閉じた同質的世界を横断的な交通へと開いていくのです。あるいはもう一人のテクノカルチャーの先駆者であるウィリアム・バローズ、彼によると世界とはありとあらゆる情報やイメージをあらかじめレコーディングしたテープが切りもなくループしているようなものだという。しかしそれにもかかわらず、いやそれゆえにこそこの悪循環の中にとことんまで踏みとどまりながらそれを強引に押し開いていくこと、新たな工程へともたらすことが課題になるわけです。ビトゲンシュタインの名を引いてバローズが言うように、
世界中の全てがプリリコードされているのだとすれば、プリリコードされていないのはただプリリコーディングそのものだけだ。そこへ暴力的に介入し、プリリコーディングそのものを変調させていくことこそ、バローズの編み出したあのカットアップの手法の目的でした。おそらくはこうした特異な手つきの中にこそ、これからのテクノカルチャーのためのヒントが見出されるでしょう。それにしても、全てがあらかじめ記録され反復されてある中にとどまり、しかもかつて見たこともない新たな才、新たなズレがひらめく瞬間にかけるとは、いささか絶望的な展望ではあるまいか。けれども考えてみれば、それは最近になって新しく出てきた状況といったものではない。むしろ人間の精神ははるか昔からそうした状況を繰り返し繰り返し生きてきたのであり、エレクトロニックテクノロジーに基づく新たな機械論によってそのことがとことん明確になった、それだけのことなのです。絶えざる才華として、才の反復としての精神について、体に工人が再び語ります。僕は最近デカルトを読んでるんだけども、その今まではそのデカルトというと、精神と身体の二元論と、まあ、思考と延長の二元論ということで、まあ、常にその叩かれる近代哲学のその悪役としてね、あったわけですけどね。ただ僕はまあデカルトの方法序説というのを丹念に読むと、別にそういうことは言ってないんですね。で、彼はそのいろんな旅をしたり、あるいは過去のものを、まあ、読んでみて、その人間がその考えているということは、実際にはその共同体なり何なりのシステムの中で、まあ、習慣の中でも考えてるだけだと、したがってその夢を見てるのと同じことだっていうわけですね。だから我を思う故に我ありっていうような言葉はその中世からもあったわけで、まあ、誰でもそれは考えるわけです。しかしそのデカルトが自分が疑うと言った時は、自分が考えていることが本当に考えているのかどうか、単にその慣習でやっているだけではないかということを疑うわけですね。自分は夢を見ているのではないかと疑うわけです。だからそれは自分の思考をその支配しているそのシステムの外に出ることだと思うんです。だからデカルト自身はそれをそのオランダに亡命して、彼はその商業都市であり、かつその荒野でもあるっていう言い方をしてるけれども、そういうところに今住んで、言ってみればそのフランスなフランスの共同体の思考そのものから出てる場所、それを精神と呼んでいるわけですね。でそうしますと身体っていうのは何なのかっていえば、必ずしもその物体のことではなくて、思考そのものも身体だということになるんですね。だから、まあ、あるいは現在ならばそれをその言語はシステムであるとかね、最体系であるとかってまあ言いますけどもね、その我々がその自由に考えているように見えるけれども、結局その一つのシステムの中で動いている。そのシステムは歴史的にも変わるかもしれないけれども、まずそのそういうシステムから独立した思考というものはありえない、まあ、そのことをそのデカルトは言ったと思います。で、まあ、デカルト主義はその精神というのをその思考と混同するわけですけども、まあ、それをむしろデカルト的にやったのがスピノザ でスピノザにとってはその思考っていうのは、まあ、一種の延長に過ぎないわけです。だから機械と同じだってことになるわけですね。で僕は、まあ、20世紀のその、コンピューター学者、まあ、数学者ですけども、チューリングとかね、ああいう人たちはその考えるっていうことにその 特別な意味を与えなかったわけですね。それは計算することだと。で機械と人間の違いはと言ったときに、そのもので違いはないと、とりあえず計算することであるということで、違いを任意には
つけないようにしようとしたわけです。デカルトもそうで、結局その彼にとっては自然学というものがあるんだけれども、自然学の中には全てが入っているわけですね。自然科学というのではないから、でそうしますと、その彼にとっての方法は、まずそのそれまでならば質的に違うと思われていたものを全部そのような質差がないものとして同一の方法でやり得ると考えたと思うんですね。ところがまあ19世紀になると、そのむしろいわゆるデカルト主義的になりまして、その精神は違う、生命は違う、生命は機械ではない、思考、人間の思考は機械とは違う、そういうこういわば精神主義というか人間主義というか、そういうものが非常に強くなったわけですけども、20世紀に入りまして起こってきた、まあ、大きな革命っていうのは、ある意味、ある言葉で言えばそのシステム論だと思うんですね。だから生命もその遺伝子の、問題も全てそのシステムで理解できる。で機械というのはそのデカルトの場合には時計のイメージであったけれども、それを拡大しますと結局サイバネティクスみたいなもので決してその素朴な機械ではないわけですね。で現在の人工知能みたいなものも入るわけですね。でだからデカルトっていうのはもうその精神以外のものは全て機械だと考えたと思いますけど、でそれに関してはその同一の方法を適用してよろしいと。でそういうことで言えば、その現在の宇宙論っていうんですか、宇宙からの進化に関しての説明っていうのは全部同一の方法でね、宇宙の起源から生命の進化に至るまで、あるいは人間の文明に至るまでね、いや同一の方法で進めできるようになっていると思うんですね。だからかえってそのデカルトぐらいの時期の、転換の方が、現在には近いんじゃないかと思いますね。でただ問題はそれでは精神とは何なのかっていう、今はその精神という言葉は評判が悪いから、誰も使わないけれども、デカルトの場合はその、精神というのはそのいわば自分をそのシステムから引き剥がそうとする意志だっていうようなことをまあ言ってるわけですね。つまり共同体から出ることですね。で出るっていうのは出る状態があるわけじゃなくて出続けることですね。だからその意志というのはいわばそのニーチェだったかその力への意志と呼ぶであろうしね。で絶えずその自分をそのシステムから再化し続けること、ただ再化し続けるということのにおいて同一であるという意味ではね、反復ということができると思うんですね。キルケゴールが言うような反復とか、ニーチェが言うようなその永劫回帰とか。だから精神という言葉を避けてもね、ほぼその我々が注目するような思想家はね、まさにそのデカルトというような精神のことを別の言葉で言い続けてきたんじゃないかと思うんですね。で、例えばその機械は精神ではないと、みんな言いたがるんだけれども、僕は機械は十分にその精神になりうるかもしれないと思うんですね、いつかね。しかしその精神は機械でないってことは確かだからですね、常にね。だから機械がいつかその、これは SF なんかでは常にそうなっているけれども、精神であるような、つまり自分のやってることを疑うっていうかね、そういうことをやりうることはありうるかもしれないけども、しかしその時は精神なのであって、その機械ももうもはや機械ではないわけです。逆に言えばその人間は
あるシステムの中、共同体の中、つまりそこで教育されて育ってきたその中に従属している限りでは、でしかもそのことを自分では自由だと思い込んでいる限りでは、それは機械なんだと思うんですね。だからそういう意味で逆にその精神ということ、精神という言葉を使わなかったとしてもね、デカルトが持ったような問題っていうのはこうかえってね、現在の方が新鮮に受け取られるんじゃないかと思うんですけどね。まあ、実際ってその精神であるということは、それ以外のものを全部機械だとして見るってことなんですね。だから唯物論的なわけですね。だけどそれを見ているのは精神なのでね、唯物論から精神を説明する必要はないわけですね。だからおそらくその最もその精神であろうと思えば、徹底的な機械論を取らざるを得ないだろうと思うんですね。そういう方が非常に精神的なことなのであって、そういう機械のくせに何か自分が考えているかのごとく、思っている人の方がね、こう悲惨だと思う。まあ機械は反復するっていう、人間の精神はその反復しないってまあよく言われるんだけどね、僕は反復っていうことの意味をキルケゴールが言ってる意味で使いたいと思ってるんですけども、つまりその同じことを反復するっていうことは、つまり同一なものを思い出すことだというわけですよね。ところがキルケゴールの言う反復っていうのは、毎回が違うわけですね。毎回が正しい、毎回がその最下である、とそのことの反復ですね。したがってそれは非常につらいことで、きついことだと思うんですね。反復っていうことはもう機械の反復というのと、言葉はまあ似てくるけれども全然違ったことだと思うんですね。エレクトロニクスの生み出したシミュレーションの宇宙から出発し、メディアネットワークに追いつくされたシミュラークル都市をくぐってきたビデオエボリューションの企てもそろそろ終点に近づいたようです。まあ、これまで見てきたように現代がかつての科学革命と同じくらい重大な変化の時代だとすると、今問われているのは17世紀18世紀のバロック文化に被験しうる文化、テクノバロックとでも言ったような文化を生み出せるかどうか、このことでしょう。そのために必要なのは一体何なのか。バロックの時代、それが旅と交通の時代だったということを思い起こす必要があります。実際ヨーロッパ中を旅して回ったデカルトからライプニッツに至る哲学者たちをはじめ、遍歴の職人たち、遊行の芸人たちを含めて、この時代は無数の旅人にあふれていた。無論スピノザやフェルメールのようにあまり動かなかった人々もいるわけですが、彼らにしてみても、例えばオランダという商業共和国の中で世界的な交通の結節点に身を置いていたわけです。こうした活発な移動の中で様々な要素が激しくぶつかり合い、互いの差異や矛盾を際立たせる、それこそがバロックと呼ばれるあの文化、非
光と闇、中心と終焉の二元論的対立を超えた真に多数多様な文化を形作っていった原動力ではなかったでしょうか。それに対しマスメディアのネットワークが巨大な電子の支球となって全てを柔らかく包み込もうとする状況にあっては、多彩に見えながらその実同質的なイメージの構図の中で差異や矛盾が中和され隠蔽されてしまう危険、その中で移動しているつもりではあっても結局は堂々巡りでしかないという危険を指摘しないわけにはいきません。今必要なのはそういう閉じた世界を破って差異や矛盾を突出させていくこと、そのためにもマスメディアにこうして無数のマイナーな声が移動し交錯する多様な交通の状況を作り出していくことでしょう。いや、そもそも今のように巨大なマスメディア自体これからも必要なものなのかどうか、それは平均的大衆という虚像に向けて浅く広い同質的な情報を投げ与える送り手であることをやめ、むしろ異質な声の呼び交わす分散的なメディア網の局所的中枢点と発展的に解消されていくべきものなのではないか。そのために多様なマイナーメディアの実験が必要とされていることは言うまでもありません。しかしまたそう、例えばテレビ局が最も完全なエレクトロニックメディアである電話網の交換台のようになる日を夢見ることもできます。電話網の中ではある一定の瞬間にビジネスの話がなされているかと思うと愛が語られていたり軽い冗談が交わされたり、また同時に極めてハードな科学の情報や哲学の議論が交換されていたりもする。その傍らをデジタル化された様々な情報がパルスの列となって走り抜けていくというわけです。まあちょうどそんな具合にテレビでも少なくとも夜の間ぐらいはマスに向けたものではない各々に特異な内容を持ちバラバラな方向を向いた情報が流れてもいいのではないか。一家に一台という電話に対しビデオが2件に1件というところまで迫りつつある今日、そうした情報の断片がビデオカセットによって私的に取り交わされたりすることがあってもいいのではないか。そんなアイデアのとりあえずの表現がこのビデオエボリューションのプログラムに他なりません。実際このプログラムが至って特殊な形で作られたことを付け加えておく必要があるでしょう。本論はマスを対象として意識することなく作られた。そもそも台本もなしにとにかく今この時考えていることをテレビだからといって角を落とさず生のまま即興的に語るという形で構成されたのです。さらに今4時間半といえば実質1時間番組1ヶ月分いや6週分にも当たるというのに、わずか2週間でいやカメラを回した日数に至ってはたった4日間で作られた。しかもほとんどテレビの放送にはタッチしたことのない人たち、まあいわばテクノキッズたちばかりの手によって作られた。それはまさにこうして気軽に作られた強いバイアスを持つ映像が電波に乗って流れてもいいのだということを示すためでもあったわけです。願わくはこれが呼び水となってこうした試みが次々に続いてほしい。いや今となってはもうそうなるより他はない。 TV エボリューションはとっくの昔に始まっているからです。